こんにちは。あ、こんにちは。9月22日にリニューアルオープンしました。やったやった。京都さすがにオープンです。ありがとうね。桂川戻ってこられたんですよね。あ、そうです。あの、戻ってきました。私が一番お気に入りの無事前で撮影させていただいてます。これ見た時にうわってみんなでなった。シュッとしました。そうです、そうです。そうです。今回は、はい、リニアルオープンの密着をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、いい。はいはいはい、藤原さんに新しい桂川店の店内紹介をしていただこうと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、まあ、やっぱおすすめなんで一番前に置かせてもらってます。はい、ソロモナゾーン。ほう。はい、新作がいっぱいあって、はい、最近自分が買ってめちゃくちゃお気に入りのこれジャケット、ポシェのジャケット、なんか丈がめっちゃ短めなんですよ。はいはいはい。明日着てこうよと思ってる。お短いんでスカートとかこういうワイドのパンツに合わせやすくって、うんうん、でなんか袖がめっちゃ可愛くてちょっと長めなんですよ、うんうんうん、やねんけどここにゴムが入ってるから、うん、まくった時のポワッと感がめっちゃ可愛い、うんうん、これからの時期めちゃくちゃ活躍しますね。めっちゃいい薄さで、ね、なんかあのこういう薄いやつって結構シャカシャカ系が多くて、あ、わかります。そうで、シャカシャカ系ってちょっとスポーティーになっちゃうっていうのと、うんうん、シャカシャカ音がうるさいっていうのが、まあ、個人的にあったんやけど、これはシャカシャカ言わないんで、うん、めっちゃ重宝するなと思って買いました。これも今着てるやつ。あ、はい、この袖がめっちゃ可愛くて、これも入ってすぐのとこにあります。インナーに着てます。あ、これは白ですね。袖が幅があるんで、うん、こういう大きいベストとかにも負けないというか、今から着れるやつが本当にお店入ってすぐの場所に、ね、ちょっと本当にすぐ着れる系ですね、はい、もう広すぎてちょっとどこを説明したらって感じだけど、こちらはダントンゾーン。お、ダントンの、はい、そう、可愛くないですか。え、可愛い。あら、親子ファミリーコーデ、キッズがね、できたんですよ、はい、後でお話してますけど、かわいい。かわいいよね。他もあります。いっぱい揃ってますね。いっぱい揃ってます、ほんまに。パンツとかもあるし、ダントンも豊富です。豊富です。はい、奥がマザコンだけ広いっていう。ここがパタゴニアで、毎年めっちゃ人気の、なんかもうどこ見ても服ですねそうなんでしょうけど、そう、そう、いやでも前まあ、もうこれでも多分お店で出たぐらいの人なんで新ゾーン、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 新ゾーンのなんかね、この、あ、これがめっちゃ可愛い。さっき B さんが熱弁してる、ここにあの用意してるとか、ああ、はいはいはい、ほんまになんていうのかな、アームカバーしてるみたいな、うんうん、だからちょっと手元が華奢見え、かつブヨブヨブヨってブヨブヨブヨ、わわわわクシュクシュクシュ、はい結構時間かかりました、出てくるまでクシュ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 が可愛いです、はいはい、おすすめですね。おすすめ。なんか私さっきちょっと店内一人で物色させてもらっててここがすごい高級感あるなって思ったんです。ね、すごいよね。
私はなんかお気に入りです。お気に入り、はい、これはね、お気に入りゾーン、はい、お気に入りゾーンです。これ入ってきたんだけども、欲しい。ガスコートダウンです。今年こそは私も買おうかな、迷い中。今はまだあるから、ちょっとゆっくり検討していただけるんじゃないかなと。今なら3色揃ってます。今ならご検討いただけるぐらいあります、はい、ブルーウィードのセットアップ、かわいい。これもウッディーハウスっぽいですよね。でさ、なんかすすめとかなんかある？おすすめ、おすすめ。アメロンのおすすめはダントのタレ。あ、やっぱりやっぱり。おしいろは？おしいろ、白が好きなだけ、ね、ただただ白好きです。かわいい、それがかわいいので。でも使いやすいですよね、どんなにも。なんかここ良かったよね、うん、なんかたっぽりしてて。意外と袖がふわっとしてるけど、丈短めでバランス取りやすい、カラー配色が多い。優勝です。優勝優勝です。優勝、この秋冬優勝です。あ、 ありがとうございます。じゃあ、お待たせして、はい、ここキッズです。めちゃくちゃ可愛いんです、キッズが。キッズね、久しぶり。はい、昔あってなくなっちゃった。そうですよね。ノースもありますし、大人と一緒ですよ。あと、まあ、それこそダントンの可愛い。こんなちっちゃい。可愛い。可愛すぎる。いいですね、おしゃれ。おしゃれ。おしゃキッズ。おしゃキッズ。次はメンズですね。メンズです、はい、メンズはパタゴニア、じゃじゃんって感じです。もう入ってすぐにパタゴニアがございます。で、グラミチとか、はい、うん、隣にジュース屋さんノースフェイス、ババン、豊富、豊富。ノースフェイスも多いんですよ、今年。すごいですね。このチェックが流行りなんですか？はい、もうチェックがなんかうさんくさいぞ。流行りですね。ちょっとオーバーサイズで、アウターでも着れる。おー、おすすめです。いい笑顔。ありがとうございます。ありがとうございます。他におすすめありますか？他にですか？ジャケット、これかっちょいですね。これかっちょいんですよ。めっちゃかっちょい。襟立てても着れるし、あー、もうマネキンが着てらっしゃる。こんな感じでちょっと下開けてもおしゃれかな。で、まあ、シンプルにもう着るなら襟折ってポーチジャケットみたいにして着るのも分かりやすくて可愛いかな。こっちも使えるんで。ボタンもいいよね。そうなんですよね。おしゃれ、おしゃれ。見て、ノースフェイスって書いてある見てとかかっこいい。下も絞れるんで、ちょっとシルエットも変えれますし。あ、いいですね。そうなんです。本当に使い方たくさんできるのでめちゃくちゃいいです。おしゃれ、おしゃれ。ここ気になってるんです、この奥の何ですか、はい、網網ゾーン。なんか今までになかったなと思って。奥にレジがあるから網網って言ってるけどいいですね、スタッフとコミュニケーション取りたい方は。ドンちゃんのおすすめは、坂さんとのドンです。おすすめありそうですよね。あります、おすすめ。新取り扱いでもうわ、個人的にはダントンの一番前に置いてるやつが。どれ？あの巾着もついてるやつ。はいはいはい。あ、そうです。大きさがちょうどいいなと思って、ついつい入れちゃうんで。これはエドロバートジャドソンです。エドロバートジャドソン、エドロバートジャドソンです。新しく取り扱いが始まりまして、ナンバーとなんか本店かにあったんですけど、ちょっとおしゃな、ちょっとおしゃ小物、個性的な形が多いですね。そうやね、なんかすごく可愛い。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すぐももう入ってきてました。あ、そうですね。白がめっちゃ可愛いよね。私もさっき見て白みんな言ってる、買おうかなってちょっと思いました。入荷するたびに色が増えているようなイメージが、うん、確かにね。もう広すぎて、もう広すぎて、はい、ただ本当に何時間いていただいても構いませんので店内紹介こんな感じで大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。あ、出てきてください。やらせたんやろ。はい、ここは、ここが、はい、リビングです、はい、ちょっとカーテン今日の夜つくんですけどめっちゃ広いです。
あの以前のフィッティングをご存知の方いらっしゃると思うんですけど、あの狭くてかけるところもなかったんですけれども、かけるところもございます。広いです。椅子が、椅子ができました。綺麗ですよ、とっても可愛いよね。豊川と一緒な感じですよね。なんかあの吉田ちゃんがね、急にアンティークって言ってました。急に3つ並んでるんですよね、こっちには。私的には京都っぽい。京都とはなんかこの和みたいな。ちょっとウッディ感もなんか残してる感あるかも。あ、そうですね、今までより。でメンズの方にもね、2つあってね。メンズの方は結構広くて、広い、とっても広い。ウッディ感の人でも入れると思う。確かに。あ、ここにも手すりがついてるんですね、はい、いいですね、老若男女。ちょっとたどたどしかった。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、これが普通のチャック。こっちがもう一個チャックあるんですよ。こっちもシスになってるんですけど、これ何かっていうと、めっちゃあったかいんで動いてるとやっぱ熱こもるんですよね。あ、メッシュにして中の空気を脱がせます。ちょっとベンチレーション的なやつ。まあ、そういう感じでスポーティーなのに合うので、まあ、ここにメッシーって書いてるんですけど、メッシー、モントリオールはフランスの。あ、そうなんや、はい、でも、あ、こんにちはこんにちは。広いんです、めっちゃ広いんですよ。まだレディースですよ。めちゃくちゃ広いんです。本当に多分もう1年ぐらい。ちゃんとなんだかんだ水も入らないようになってるんで、ソーセージプリって。そうなんです。なんでめっちゃ軽いよね、これ。めちゃめちゃ軽いです。なんでこのショルダータイプと、こっちのタイプと、あの上のタイプとめちゃめちゃ種類があるんで、ポイント3倍です。なんか楽しく準備してるところが映ったらいいよね。スキップ。ご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンチャンネル登録コメント、桂川店のご来店もお待ちしてます。